皆さんこんにちは、浜屋の池持です。本日ご紹介させていただきますのはこちらの方、レトロフューチャーバイ900の最新作 RF021 をご紹介したいと思います。2016年のレトロフューチャーバイ900は機能性をテーマにしているというアイテム揃いなんですが、その中でもフロントも今までにないくらいに薄く仕上げて、軽量化を施しているというアイテムになっております。面造形もですね、この通り逆 R の面造形を施しながら薄く仕上げているんですけども、奥行き感を感じさせるというのも今回の特徴になっております。またフレームのここちょっと目尻を下げることでソフトさを演出しているというのもこの021、020の特徴になってくると思います。実際にかけたところもご覧いただきたいと思います。かけますとこのような印象を作り出すアイテムです。ブラックは面造形が一番見やすいかと思うんですけれども、この光沢感からもですね、逆 R の印象というのが分かっていただけるんじゃないでしょうか。なかなか魅力的なフレームに仕上がっていると感じます。ブラック定番カラーで人気のあるカラーなんですけども、この面造形を一番楽しみたい方におすすめのカラーです。他定番カラーなカラーなんですけれども、やはり人気の別光色バラフです。やはりバラフ、レトロフューチャーとの相性は抜群ですね。シックな印象も醸し出したいななんていう方にとてもおすすめのカラーになっております。そしてレトロフューチャーの中でも人気の気迫です。テンプルは同様にバラフを採用しているんですけれども、この透明感、クリアが色あせてきてこの気迫になっていくというように見えるようなこの演出のカラーですね。とても魅力的なカラーになっているんじゃないでしょうか。こちらの方も好きな方にはたまらないカラーになってくると思います。そして今回の中でも特に人気度、注目度の高いのがこのライトブルーツートンです。ちょっと焦った雰囲気のあるツートンなんですけど、よく見ていただくと光沢感のある綺麗なカラーになっております。色合いからヴィンテージさを感じさせるということもありますので、このライトブルーツートン非常に魅力的なアイテムになっております。一番人気になってくるんじゃないかというふうに予想されているカラー、とてもおすすめのカラーです。そして同様にツートンカラーもう一色、こちらはライトブラウンツートンです。女性の方にも非常におすすめのカラーなんですけども、かけてみるとですね、非常に肌なじみのいいカラーで、離れてしまうと存在感を消しつつも近寄ってくるとこのようにフレームのソフトさも見て撮っていただける魅力的なカラーになっております。こちらの方もとてもおすすめのカラーの一つです。本日ご紹介させていただきましたのは、色合いからもヴィンテージさを感じさせる魅力的なレトロフューチャーバイ900の RF021、 ぜひ店頭でお確かめください。本日は以上です。